にちは。こんにちは。さあ、湯坂さん、はい、今回はちょっとこう組みたかったとか組んで相性の良かったキャッチャー、このバッテリーの相性みたいなのを聞きたいです。まあ、やっぱ投げやすい投げにくいってやっぱあるよね、はい、人間だから。情けの場合はそんなことはあんまり意識してないと思うけど、まあ、例えば多く組んだのが村田真一、まあ、デーブも組んだりとかいろいろしたと思うけど、誰が投げやすかった？まあ、やっぱり、まあ、村田さんじゃないですかね。それは、まあ、もう僕が入った時も一つ上の先輩で、まあ、2軍の時からもうずっと一緒だったし、ずっと僕のことをずっとこう見ててくれて分かってくれてるっていうのがあるので、いちいちああだよこうだよっていうようなこう打ち合わせとかもする必要もなかったというところからすると、まあ村さんなのかなと思います。まあ賞も取ってるしね。うん、そうですね、うん、そうですね、バッテリー賞から、うん、でもそれは僕若い時には、まあ、山倉さんだったり有田さんだったり、取ってもらいましたけど、でも その時の僕を、まあ、相手が浅井とはこういうピッチャーだっていうふうに思うじゃないですか。だけどそういう僕のイメージを変えてくれたのが中尾さんだと思います。ああ、そうなの。解説とかの部分でもピッチャーの心理っていうよりもキャッチャーがどういうリードをするかっていうのにフューチャーしてて、あんまピッチャーの心理っていうのは伝わらないじゃない、なんか解説でもね、誰ですか？いやいや、もう中継とか、なんかキャッチャー目線で全てしゃべるというか、ピッチャーってキャッチャーのことをやっぱり重要視してるの？してますね。こういう聞き方したら変だけど、でも山倉さんとか有田さんとかももうすごい経験者じゃん、はい、で中尾さんも中日でレギュラーを張ってて、はい、優勝も貢献して巨人に入ってこられたとか、はい、いろいろあるじゃん、はい、その三者三様でどういうことが違う？やっぱり山倉さんとか、まあ、有田さんは、まあ、その若い時の僕っていうのは精神的にもあんまり強くないっていうような僕にイメージは多分あったと思うんですよ、キャッチャーの人たちもですね。だからインサイドもあんまりこいつ投げきれない、うんうんうん、だからどうしても外、うん、外のまっすぐとカーブとっていう感じ、外の出し入れにこだわる、そうですね、っていうリードだったと思うんですよね。で、まあ、僕、まあ、相手も結局斎藤っていうのはそういうピッチャーだって思ってたと思うんですね、うん、まあ、中尾さんは逆にそれを違う球団から僕を見てたわけだから斎藤はそうだと思ってるんじゃないですか。だからそれじゃやっぱりなかなか抑えるのもワンパターンになってしまいますよね。だからそこで中尾さんはもう特にまあ右バッターなんですけど、右バッターのインサイドの要求がやたら多かったんですよ。それはどうだろう。いや、だからやっぱり最初はなかなか投げきれませんよね。で僕もでもそれじゃいけないじゃないですか。もうそれこそ中尾さん来た時がもう89年ですから、もう僕もちょうどこう化ける時ですよね、うん、だからやっぱりそれまでやっぱり6年間やってきて、もうそれこそ本当勝負の年だったんですよね、あたりが。だからそこでその要求にどうしても答えなきゃいけないっていうのがすごくあって、でもそれはプレッシャーだったの。プレッシャーじゃなくてこれを超えなきゃいけないと思ってました、思ってました。それでそういう意味でだからそういう全く変わった、今までの斎藤じゃないイメージを出してくれたっていうのがやっぱり中尾さん でそこに、まあ、僕も一生懸命投げ切るようにしてたというのが、まあ、実際ですね。で完成形に持ってったのが村田真一、まあそうですね、まあ、そのいろいろ混ぜながらっていうところですよね。じゃあデーブはスパイス。いやいや、でデーブもまたこれ初めてじゃないですか、来てで一回もあれ途中から来たんです、シーズンの途中から来たんですよね。だからそのもちろんキャンプとかも一緒にやってませんし、そのブルペンとかで僕の球を一回も、まあ、受けてないというか、まあ、そういうチャンスがなかったんですよね。で試合の途中に代打で出た後に守備も来たんですよ。でそれこそ本当に初めてですよね。それこそ何が投げるのかもわからないようなところで、であいつが
その時にいきなり僕だから右バッターにはシンカーは投げないんですよ、うん、基本的に投げなかった投げなかったんですよ、まあ、右バッターは両サイドのまっすぐと、まあ、カーブですよね、まあ、両サイドのカーブですよね。で左バッターが、まあ、両サイドまっすぐと、まあ、でそこにシンカーを混ぜたりしてたんですよね。で 右バッターの時にシンカーのサイド出すんですよ、うん、これは投げないんだよって思いながら最初は首を打ったんですよ。あいつもなんで投げないのかなと思ったの、まあ、打ち合わせ全くしてませんから。それで、まあ、その時はまあ当然僕の方が強いからまあ、うん、投げないって言って投げなかったんですよね。で実際それが終わってベンチ行った時に、さ、なんで投げないんですかって投げた方がいいんだよ話になって、いやでも投げた方がいいと思いますよみたいなことになって、でそれからちょっと投げるようになったんですよね。で確かその時ヤクルト戦だったのかな。でやっぱり古田とかももうやっぱ僕はやっぱりもう外のまっすぐとスライド、まあ、どっちかですよね。でそれにヒュッてなんか変なそういうシュート系の球が来たんで、まあ、っていうような感じになったんですよ。だからあやっぱりそういう1個違う球投げるとバッターってこんなに考えるんだと全然違うよね。あだからあなるほどと思って、で、まあ、デーブは新しい僕をこう出してくれたっていうのもあるんですよね。まあ、話を想像するとさ、他球団から来たキャッチャーに引き出しを多く作られたっていう感じだよね。それはあると思うんですね。でも、まあ、さっきあの古田の名前が出たけど、はい、まあ、当時から今にかけて、あこのキャッチャーとちょっとバッテリーとして組んでみたいなって思うキャッチャーっている？まあ、やっぱり古田ですね。あのまあ、オールスターに組んだことはあるんですよ。やっぱりそうだ、まあ、やっぱり、まあまあ、そのリードはそんな関係ないじゃないですか。ああいう時はもうマスクから離されたんですから。でもやっぱりキャッチングとかもあるんですよ。なんかちょっと違うなって思いましたね。やっぱキャッチングっていうのは気になるよね。ああ、まあ、そうですね。やっぱりこう音立てて気持ちよくバーンって取ってくれると自分もおっ今日言ってるのかなと思うじゃないですか。だからそういう意味ではあのそれはあると思いますよね。まず古田、うん、次は、まあまあ、3人ぐらい名前があるけど、あまあ僕らの子だったらやっぱり谷繁ですよね。そのピッチャーから見て谷繁と古田の違いって何だろう。難しいけどね、実際投げてないよね。まあ、そうですね、まあ、やっぱりほら百戦錬磨じゃないですけど、いろんなことを経験してるキャッチャーじゃないですか。だから僕のことをどうやってリードしてくれるのかなっていうのはやっぱりありますよね。だから任せられるという安心感があるという、ね、そういうことですね。まあ古田も同じかな、うん、で、あと僕結局安倍晋之助と一回だけだと思うんですよ、多分組んだのが。でその時僕途中で怪我しちゃったんで、最後までできなかったんですけど、だからもうちょっとこの安倍晋とやりたかったなっていうのがあるんですよね。あ、まあどういうリードをするか、うん、どういうキャッチングをするか。そうで、僕は彼が今1年目でしたから、で僕その1年間だけしか重なってないので、まあ、数試合しかできなかったでしょうけど、なんかあもうちょっといろいろ感じたかったなって思います。感じたいというより教えてなかったっていう方が、いやいやそんな大したもんじゃないですけど大したもんだよね。そんなもうだってその頃はもう弱ってましたからね、もう辞める年でしたから。じゃあさ、今の巨人三人制を引いてるじゃん、はい、まあ、小林、住谷、大城がいるじゃん、うん、この三人のキャッチャーがいるじゃん。この中で指名するとしたら、あこのキャッチャーだなっていうのはいる。みんなと組みたいですね。いやいや。まあそれぞれ特徴がある。うん、まあ菅野は小林と組んだりね、うん、とか、うん、いろいろある。うん、なんか住谷は若いピッチャーと4組、うん、で大城はその打線の中に厚みを入れるためにまだね、うん、こうキャッチャーとして使ったりとかする。斉藤正樹先発。僕やったらやっぱり
その打つことよりも守りをしっかりしてくれってやっぱり思うと思うんで、まあ、小林ですね。小林ね、やっぱりそうだね、うん、まあ、小林が打たない分俺が打つよ、うん、ねえ、そんなことないですけどそんなことない、うん、まあでも小林の時もほらどっちかっていうとそういう感じだったじゃないですか、キャッチャーは、うん、そうそうだね、まあ、8番キャッチャー、9番ピッチャーっていうのが決まってるような時代でしたから。でも今の巨人見てて、投手陣も含めてね、バッテリーも含めて、はい、バッテリーとしてどう感じてるの？OB として、まあ、僕ね、去年、2018年まで現場にいましたから、その時のことを思って今考え、2年ぐらい考えると、やっぱりリリーフの人たちが大丈夫かなっていうすごい不安がすごくあったんだけど、ここ2年頑張ってますもんね。だからそういう意味ではこう、まあ、僕もその2018年やってた時にちょっとこう自分で固定観念っていうか、これはリリーフはダメだとかっていうのがすごくちょっとあったのかなと思って、原監督になってから、まあ、田口にしてもそうだし大竹とかにしてもリリーフでこう投げてますよね。そういうのがやっぱりこうできる、まあ、首脳陣の人になったし、で本人たちもまた違う、今まで先発ずっと思ってやってたんでしょうけど、そういうリリーフっていうのもその生きがいとしてね、うん、出てきたなっていうのはあるので、まあ、そういう面ではすごくもうリリーバーの人たちが頑張ってるなっていう感じはしてますけどね。じゃあもう一度現場に戻りたいとか、そういう、いやいや、もうそれはもういいですね